付き合うなら、うん、A、うん、時間に超ルーズ、うん、B、お金に超ルーズ。ちょっと待ってください、はい、お金に超ルーズっていうのは、まあお金が荒いみたいな、時間はめっちゃ遅刻とかしてくる、なるほどみたいなもん。お金に超ルーズ、お金いっぱい使えるってこと、まあ、無駄遣いが多いみたいな。でもいっぱいあるってことね、無駄に使うってこと。せーの、 A、お金と時間にルーズだったらお金なの。だってお前ルーズになれるほど使われんだよ俺の、うん、なんで俺の金使うの勝手に。だからルーズだから。舐めやがってじゃあ A です、死んでも A です。だからまあ給料が20万だとするじゃん、うん、さ20万全部使っちゃうのルーズだから。キモすぎるので A です。なんなら借金もしてるかも。もう死になさい。時間にルーズは人の金をそう使うな。行かれてんのか。落ち着けって、落ち着け。あ大丈夫大丈夫。そうか、あ妄想だからね。俺に使わせろお前の金を。落ち着け落ち着け。でも待ち合わせに8時間ぐらい遅れてくる A は。バケモン。お前なんだけどね。あ俺か。今日の集合何時。3時。来たの何時。10時。間に合った。間に合ってないね。待ち合わせに8時間遅れた。そんなやついねえよ。いやまあそうですよ。そんなやつじゃあどっち A です。まあ僕も A かな。だってそんな B の説明されたら、だ A がじゃあ2年遅れるとかの話だよ、お前が言ってんのって、うん、極端すぎない。まあでもその時間自分はじゃあ別のこと2年やればいいじゃん。あーで後にシャボンディショットに集まりゃいいんだ。そう。でもお金はさ、うん、もう負担とか失うものとか影響がでかすぎる、こっちに対しての、うん、時間に対して。いや B は隠せばいけるか、お金を。まあでも口座を分けて。でも相手はお金ずっとないから。はなんで相手金ねえの。やばくね。ルーズだからよ。あもう何でも買っちゃうよ。完品ってこと。そう、もうあるお金全部使っちゃう。待ち合わせにマジでぴったりっていうか、もうなんなら10分前に来るし。でも奢ってもらう気で財布出さないぞ多分。それを源に遅れてねえだけ。そう、さすが。はい、A です。 A でした。今日さ、クサがさ、あまりにも遅いからさ、待っても、ああスタッフさんにさ、カナエさん怒らないんですかって言われたもん。そんなに待たされてみたいな、あいつ結構時間ルーズっすよみたいなこと言ったら、カナエさん怒らないんですかって言われたから。でも今日いやちょっとね、俺もいろいろあったんだよ。まあいろいろあったら仕方ないね。